はいえっと、自然言語処理の論文紹介をしていきたいと思います。今回の論文はですね、Understanding by Understanding Not Model Negation in Language Models ということで、えーまあ、こういうタイトルの論文を見ていきます。2021年に NAACL の国際会議、まあ、トップカンファレンスだと思いますけど、マスコンに採択された論文になります。 で人著者の方はエリアン・ホッセインさんという人です、はい。で、えっと、そうですね、この題名から分かるように、えっと、否定ですね、ネゲーションをモレニングするっていうことになります。もともとこのどんなものっていうところに書いてある 4ですね、えっとまあバ、えートなどの、まあ、ニューラル言語モデルっていうのは否定文の理解ができていないっていうことが、えー、分かっていますでそれを、まあ、改善しようっていう研究になりますはいで、まあ、もっと大きな、えー、流れで見ると言語モデル、まあ、特に、まあ、ニューラル言語モデルですね最近のニューラル言語モデルが自然言語をどれだけ理解できているかっていうのを 調査する論文になります。で先行研究と比べてどことがすごいかっていう話ですと、まず言語モデル、先行研究の中には言語モデルの公文能力を上げるという目的で否定文を用意したり、NLI、これは Natural Language Inference、自然言語処理推論ですね、自然言語処理推論の眼見性 のためのデータセットを拡張するっていう研究はあるんですけども否定に焦点を当てたっていう研究はありませんでした。はい、で、えっと、この技術や手法の肝はどこかっていう話なんですけどもこれはちょっと左上のこの図がちょっと肝になってくるます。はい、まず一つ2つあるんですけど1つ目が自動で否定文を作るためのデータ拡張ということで。 それがここでこの図でいうネゲイターというところですね。で、えっと、まず、えっと、否定文一番最初に話しましたようにこの言語モデルニューラル言語モデルに否定文を扱えるようにしたい否定文を理解できるようにしたいもともと否定文が弱いっていう前提があってそれを改善したいっていうことなんで。 まあ、それを改善するためにはやっぱりデータが必要ということで、えーまあ、否定文のデータが欲しいしかし否定文のデータっていうのは、まあ、あまり、えー、数として多くないっていう問題がありますなのでもともとたくさんある肯定文から、えー、否定文を作るっていう、えーまあ、データ拡張をしようっていうのがまず今回の、えー、手法の肝の一つ目になります、まあ、それがまあこの図におけるネゲイターという えー、ところに、えー、あるということですね、はいでまあ、ここに書いてあるように「うん、He advocated for n っ a いうま r、あ、えっという文があってそれをまあネゲイターに渡すと「He did not advocate」っていうように、まあ、否定文になるということですねで、まあ、このネゲイターっていうのが、えーまあ、今回、まあ、ちょっと次に読むべき論文,文のところに書いておきましたけども えー、ラーニングアライメントレバレージングネーラロジック。まあ、これはあの否定文データ拡張、えー、に関するものですね。はいまあ、この論文を参考にしたりして、えー、データ拡張を行ったとっいうことが書いてあります。まあ、詳しい方法はです、ねまあ、この論文、えー、このアンダースタニングバイアン by u n d e r s t a n というこの論文に 書かれています、まあ、とりあえず、えっと、肯定文から否定文を作るこのネゲイターっていうのをまず設置したといこですね、はいで。もう一つが、Undlike with the Training with the Reference ということで、えっと、リファレンス、えーまあ、これ、日本語訳、無理やりするとリファレンスキーのありそうもない学習っていうふうに書きましたけども、えーまあ、このように、えー このように呼ばれる新しい学習の枠組みを、えー、提案したということですね。で、えっと、まあ、それのまあ具体的にどんな、どんなものかっていうと、えー、まず、えーまあ彼は素直だっていうような文を、まあ、レファレンスとして、えー、入れるわけですね。で、もう一つが、彼は、えー、にゃららないっていう、まあ、ここ、マスクですね。マスクの部分を、えー まあ、こすとこでね。でえー、この部分がマスクですね。なので、えっとまあ、このようにですね、不定分が事実でないことを明確,する明確にするために、レフ分、この一番最初に彼は素直だっていうレフ分ですね、えー、これを文脈として使用するということをしています。まあ、こうすることによって、えっと、例えば、えっと、 そうですね、えっと、葉っぱは緑だみたいな、まあ、事実、えー、事実に基づく、えー、ものであれば、えー、葉っぱは緑でないというような、えー、ものが、まあ、間違っている、えー、というふうに言えるんですけども、えー、今回のように彼は素直だとか彼は素直じゃないとかそういったものっていうのは、えーまあ、事実かはわからない。 ので、まあ、リファレンスっていうふうにして、えっと、彼は素直だっていうものを入れることによって、まあ、このマスクの部分が、えー、少なくとも素直ではない、えー、マスクイコール素直にはならないっていうことが、えー、言えるので、えーまあ、このそうですねマスクが素直っていうような確率を最小化するように学習する、えー、っていうのが、まあ、この、えー、Unlikely Training with Reference ということですねはい えー、というようよになってますで、まあ、このようにトレーニングして、えっとまあ、結局話のオチとしては、えーまあ、否定文を、えー、より扱えるようになりましたよっていうオチなんですけども、えーまあ、それをどうやって有効だと検証したかっていうと、えー、まず一つ目が l m a っていうまあデータセットまあこれは、えー、言語モデルの知識を問うデータセットですねまあ、この一番最初に言ったような言語モデルが自然言語をどれだけ理解できているかを調査するような論文っていうのは他にもたくさんあってまあ、その中の、えー、方向性の一つとして言語モデルの知識を問うっていうのがありますでえっとまあ、それはですねえっと LMA っていうものの中には、まあ、その質問応答のスクワッスカットであったりコンセプトネットなど、まあ、いろんなデータセットを総称して LMA っていうものと呼んでます。でまあ、そのデータセットではですねこれまずバートとバートノットだけにこの一番上と一番下だけに注目すると まずこの上の表っていうのはこのオリジナルの LAMA のデータセットですね。で、数値はプレスエジションなんで、まあ、正解率が高ければ高いほど良いということになります。で、これを見ると、マスカットではほとんど同じですね。まあ、わずかにバートノット。このバートノットっていうのはそのバートに対して否定文を Unlikely Training with Reference によって否定文を理解、データを 処理させたもので、すねファインンチューニングしたものになりますで、えー、それ、バートとバートノットですね、比べてみると、まあ、スカットではまあほとんど同じ、まあ、わずかにバートノットの方が良いということですね。で、コンセプトネットでもまあほとんど同じ、まあ、わずかにまあバートの方が良いとい,いうことになります。で、えっと、TREX ですね、まあ、このデータセットだとまあほとんど同じですね。 グ、えーグル、まあの RE っていうデータセットもまあほとんど同じっていうように NOT、えー、分ですねノットを理解できるようにファインチューニングした後、まあとほとんど、まあ、オ,リジナルオリジナルの LAMA では変わらなかった BART と BARTNOT は変わらなかったっていう結果が出ました。 一方で、その negated l m a っていう、えっとまあ、否定文を中心に、えっとまあ、この l m a の元のデータセットをまあ否定文に変えたわけですよね。で、まあ、その否定文に変えたデータセットで、まあ、実際に、まあえー、評価してみましたということですね。で、まあ、今回はエラーレイートなんです数値が、えーまあ、あの低,低いほど良いということになります。で、まあ、その結果を見てみると、まあ、オリジナルの元のバート、 えっと、バートノットですね。ファインチューニングしたバートノットを比べると、8.61と2.1なんで、バートノットの方が明らかにいいですよねということですね。低い方がいいので。で、コンセプトネットでもかなり低いと。で、TRX っていうのでもまあ低い。GoogleRE でもえーかなり低いということで。 えー、なので、まあえっと、この否定を中心としたデータセットネ e g a t e d l m a ではバートノットっというのはもともとのバートに比べて、えー、かなり精度が良い、えー、つまり否定をよく理解できているということが、まあ、言えるということですね、はいで。もう一つのデータセットとして、えー、この RTSLNI、MLNI。 MNLI ですねこの,つ、まあ、この3つは自然言語推論、今一番ここで言った NLI ですね、Natural Language Inference のデータセットをです、ね、否定文に変えたデータで性能を評価したということになります。はいでまあ、そのデータセットがここですね、RT と SNLI と MNLI。 でまあ、これも比べてみるとバートとバートノットですね。この DEV っていうのがまあオリジナル。で、えっと、この W スラッシュネガっていうのがあの否定文に変えたデータなんですけど、えーまあ、オリジナルは、えっとまあ、バートの方がわずかに良いって感じですね。で、えっと、一方でネガの方は、えっとまあ、10ポイントぐらいバートノットの方が良いということで、やっぱり否定文がうまく処理できている、バートノットの方がうまく処理できているということですね。 SNLI、えっと MNLI、まあ SN えー、に関しては、まあ、実は、バ、えっとまあえート、まあ、オリジナルデータですね。オリジナルデータはまあほとんど同じなんですけど、まあ、NEGA の方も実はまあほとんど変わらない。まあ、44.45.96なんで、わずかにバートノットの方がいいんですけど、えっとまあ、あんまり変わっていないっていう結果になっています。この MNLI の方も、まあ、DEV はまあほとんど同じ。まあ、ちょっとバートノットの方がいいんですけど、 メガの方を見てみると、まあ、ほとんど変わらないっていうことになっているんですね。はい、で、まあ、実はこの、えっとまあとで議論はあるっていう心このところで言うんですけども、えっと、RT っていうのは、まあデ,ータ量えー、データのリソースが少ない、まあ、残りのこの2つっていうのはデータのリソースが大きいということで、えー、データのリソースが少ないところでは、えー、評価、えー 精度はちゃんと出ているが、えー、データが多くなると、えー、うまく精度が出てないということになっているということですね評価データが多くなるとはいで、えっとまあ、この有効だと検証した、まあ、今ざっくりした流れ全体を外観すると、えっと まあこれデータセットで評価するといずれも元のデータでの性能を維持したまま否定部に変えたデータではオリジナルのバーというよりも性能が向上したということになります。はいまあ、ちょっと最後のこの2つに関して言うとまあほぼ性能は向上したとは言えないんですけどもえっとこの r t であったり LMA に関してはまあかなり上昇しているということになります。 でまあ、議論のところなんですけども、えっと、まあ、これは、あの、えー、実はこの、ここでやってるのはバートベースっていう、えっと、まあ、層が少ないバ、えートなんですけど、バートラージでもやってるんですね。バートラージでも実験をしてみたっていうことが実は書いてあって、で、まあ、それだと、えー、オリジナルのものは、えっと、ラージ g、えー b a r t ですね。 バートのラージ層が大きいものの方が精度が良かった一方でネゲイティッドの方は、えー、ままあ否定文の理解は、えー、バートのベースの方ができていたってことですねでまあこれはちょっとまあ議論があるというか、まあ、もうちょっと調べる必要があるのではないかなというところですねあの肯定文が、えーまあ、バートラージはできている一方で否定文はバートベースの方がうまいっていうような感じになっています えっと、NLI に関してはですね、SNLI、えっと、MNLI、ね、のような大量のデータをファインチューニングした場合は、BART と BARTMOD の性能の差はあまりなかったということになっています。つまりまあ否定を学習できていないということになりますね。このような議論があって、まあ、次に呼ぶべき論文としては、まあ、この2つ。 えー、ラーニングアライメントレバレージニュラルロジックということで、まあ、否定文をデータ拡張する際にまあ参考にした論文。えーまあ、このデータ拡張のための詳しい証拠はちょっと分かってないんですけども、まあ、少なくともまあ参考にした論文ということになります。で、もう一つがこのラ i g h t for the Long Reason というものなんですけども、これは、えー、これも、えっ、ー、と、 まあ大きな流れとしてのこの言語モデルが自然言語をどれだけ理解できているかっていう調査のこの流れの一つですね。まあ、否定ではないんですけども、えっと、NLI タスク、自然言語処理推論のタスクにおいて、えー、言語モデルが文章を理解せずにヒューリスティックを用いて答えを出していたということを示した論文になります。で、えっと、まあ、つまりこれ NLI、自然言語処理推論で、まあ、正解は出ているが、 実はその,その正解を出すために用いていた特徴量っていうのが、えー、その理解しているとは言えないような特徴量を使って問題を解いていましたっていうことを、まあ、証明示したということになります。えーまあ、これは具体的にまあ言うと,、えー、と例えば国語の問題とか、まあ、何の問題でもいいんですけども選択肢があって。 絶対に,ほにゃららだとか、えーまあ、そういう極端な表現があれば、まあ、人,人間が得裁ですね人間がも選択肢付き問題得裁に、えー、絶対にホニャララとか、まあ、極端な表現があれば大体それは、えー、と正解ではないっていうような、まあ、受験テクニックのようなものが、えー、あったと思いますけども、まあ、そういったものですねそういったものだと思います。その ヒューリスティックといいうううのは、まあ、そういうことですねつまり理解して解いてるのではなくて、えー、何か違う特殊調理を学習して答えを出していたっていうことを、まあ、示したっていうことになります。はい、なんで、まあえー、まあこの研究との関連で言うと、まあ、否定ではないんですけども言語モデルが自然言語をどれだけ理解できてるかっていうのを調査している論文の一つになりますね。 はいえー、ということで、今回論文紹介、えー、終わります。はいえー、最後までお聴きくださり、えー、ありがとうございました。えー、よければ高評価、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。